I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Thank you.
どうだ、そろそろ探偵業には慣れてきたかな。なるほど、実感がないか。君にはこれから大いに働いてもらわなくて。うちの事務所のモットーは。すみません。うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべき。ちょっと、すみません。新聞の勧誘ならうちは間に合っている。いや、そうじゃなくてですね、消火器もネット回線もありがたい壺もうちにはもうす。ここ探偵事務所ですよね。だから電脳探偵事務所ですよね。実は、いや、僕お客です。依頼人です。いらようこそ、信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。つまりハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激レアデジモンメダルを奪われた。そうなんです。デジモンキャプチャー安価にてお譲りします。この甘い言葉に騙されていると、本当最低です。最低な行為です。マニア心。そうです、マニア心。マニア心ほど繊細なものがある。手に入れたいものは、どんな危険を犯しても、どんな手段を使っても、あわよくば保存用とか鑑賞用とか、普段そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない、大人のマニア心をくすぐって、あんなことするなんて、許せない。絶対に許せない。お話は分かりました。つまり奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーなんて。ご依頼受けたまわりました。そのマニア心に報いるよう。全というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金するのが目的だろう。デジモンメダルを売買している。まずはそこを当たってみるの。私はその間にデジモン、あいにく私は。
ちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。よう、探偵助手。元気にやってるみたいじゃねえか。ん？上城とナイルコープの件はどうなったかって？そいつは目下調整中だ。今回は別件でな。こちらが今回の依頼者、君の友人、さくら君の保護者だ。あなたがさくらの同級生の？さくらから話は聞いていました。そうね。あなたになら話しやすいわね。実は、さくらが家出してしまったの。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど、まさかこんなことになるなんて。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう？それが、部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し。部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって、さすがにそのことをしか。家を出て行ってしまった。そうなんです。しかし、どうしてわざわざ私の。実は似たような依頼が最近随分来るんだが、この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い。ああ、家出の原因になったと。はーい、アーミーたち、すっかり恒例的な春になっちゃってる感じの、デモンズのデモンズによるデモンズが伝わる。聞いてくれ、これです、さくらが見て。どうやら説明の手間が、最近このジミー・ケッチかもだ。この大掛かりな電波じゃ。そのせいで警察の腰が重いと。ええ。大掛かりな電波ジャック、
大口のスポンサー神城ですか。確かな証拠は。神城って。お母さん、どうか安心して。君はまたよし。神城が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何より俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。公務員の苦しいところだな。そこでだ。今回はお前さんの能力に頼りたい。いやいや、話はすべて京ちゃんから聞いてる。お前さんにどういう能力。お前さんが戸惑うのも無理やねえ。けど、神城の一丁前に、それが神城だ。京ちゃんから聞いてないか？クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官、京ちゃんの親父さんは、神城に消されたんだよ。もちろん確実な証拠、どうしても神城の尻尾と、ここんとこ活発に動いてる神城と、今がチャンスなんだ。ありがてえ。頼んだぞ若いの。今又吉刑事とすれ違ったのだが、何かあったのか。目に涙を浮かべていたように見えたが。ふん、又吉刑事、熱い人だろ。君の能力、コネクトジャンプが犯罪すれすれであることは、あの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼る。ただ、あの人にとって、神城に迫ることは、それだけ重い。おじさんは、本当は私のことも巻き込むべきでは。しかし私自身が神城に迫ろうと。それならば一層巻き込んでいい。まったく。あ、すまない。おしゃべりが過ぎたな。さて、話を本筋に戻す。君は行方不明の桜。どんな小さなことでもいい。その間に私は、おおよその察しはついて、有能な助手を。何してるの？こんなところで。そっか、天然探偵のお仕事中ってわけね。ねえねえ、虫眼鏡とか声を変える機械とかは使わない感じなの？え？そんなことより？何よ、そんなことよりって。超自分勝手な感じじゃん。地味犬の PV？ 地味犬について。超あんなやつの PV なんて見るわけないじゃん。もう思い出すだけで虫が走るっていうか、腹渡がめぐり。え、あ、だってまあほらあれよ、曲自体は。え、体に不調はないかって。さくらって知ってるかてか。知ってるのは何よ。さくらっちがどうかしたの。ひょっと。だって家出する地味犬ファンの子が最近多いんでしょ。なんか噂で聞いたよ。さくらの噂だと思ってたけど。警察沙汰。私さっき何て言った。さっきもそう言ったの。それでサクラッチがどうしたの。
したんだよ、こんなところで。けど、ちょうどよかった。あ、いや、別に。な、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 なに？ちょっと、それどういう…地味犬の PV？ そういえば、さくら。悪魔巡礼ってのは、地味犬に選ばれたファンだけがさ、まさか、あのバカ、さくら。